2階の部屋から80代の男性と高齢の女性が心肺停止の状態で発見され、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。もうすぐ煙が出た。いやいやびっくりしたって。何何したんだべ。警察は死亡した男女の身元の特定を進めるとともに火が出た原因を調べています。